はり浜離宮という大舞台のためか少し緊張しているようです。解説を行っていただきます。大変お待たせして申し訳ありません。この赤おむすびという種類はですね、アメリカではよく好まれて使われているんですけれども、日本ではどちらかというとこう代謝の低い種類と言われていまして、のんびりした動きが多いんですね。で、食欲以上にこう周りを 見てから動きたいようで、今カラスとかトビが寄ってきているのはこのいわゆる地付きのですね、地元の鳥たちはよそ者を追い払おうとして寄ってくるんですけども、普通そこの訓練はどこに置いても鷹を、使えるようにするために飛ばしては訓練してはいますので、どこか逃げていきたいというよりは、休みながら様子を見ているという形のようです。頃合いを見て担当の鷹匠が迎えに参りたいと思います。もう少々お待ちください。
顔の剃りは仕上がっておりませんが、実演の締めくくりとなります大鷹の飛び流しに移りたいと思います。